改めて大きな手お願いしますすよろししくお願いします <music> まずはこの会場の満員の皆様そして今、えー、いろんなところでライブブームで生配信でご覧の皆様に向けて、えー、皆様からご挨拶いただこうと思います、えー、まずご紹介するのは不死身の杉本の夢を持つ元軍人でアイヌの埋蔵金を求めて旅をする本作の主人公杉本彩虫を演じました山崎賢人さん えー、皆さんこんにちは、えー、杉本才一を演じました山崎健人です、えー、今日は皆さん、えー、会場に来ていただいて本当にありがとうございます <laughs> あのー、映画が本当にたくさんの人に見ていただいて楽しんでもらって、えー、すごく、えー、嬉しいですし、えー、そこあの映画がこう 序章に過ぎなかったというか、まあ、そういう感じで <laughs> ドラマが始まっていくので本当に楽しんで見てもらいたいなと思います今日はあのドラマの発表できて本当に嬉しく思いますよろししくお願いしますありがとうございます続きまして最愛の父の仇を討つために杉本と共に旅をするアイヌの少女アシリパを演じました山田杏奈さん えー、皆さんこんにちはシリパを演じました山田杏奈です、えー、本日はお越しいただきありがとうございます皆さんについにドラマをお披露目できるということでとても嬉しいです、えー、会場に来てくださってる方も配信でご覧いただいている方もぜひ楽しんでいただけたらと思います本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして陸軍最強と謳われる第七師団中尉鶴見徳志郎を演じました玉置宏さん えー、皆様、こんばんは、えー。鶴見を演じました玉木です、えー。ようやくドラマの放送配信が近づいて、えー、きっと皆様が楽しみにしているであろう、あんなシーンやこんなシーンがたくさん詰まっていて、本当に見応えのあるドラマになっていると思います。えー、今日は多分一話しか見られないと思うんですが、すぜひ楽しんで帰ってください。お願いします。楽しみです。ありがとうございます。 続きまして脱獄王の異名を持ち杉本たちと旅をする天才脱獄館白石義武を演じました矢さん、えー。皆さんこんばんは、えー、白石義武を演じました矢本悠馬です、えー、映画でもすごいワクワクしたと思いますがこれからドラマ、えー、9話存分に、えー、楽しんでくださいということで今日1話 もうみんなさんもうすごい早く見たいなと思ってるかもしれませんが <laughs> <いや S 2> ちょっとだけお付き合いくださいよろしくお願いしますありがとうございます続きまして杉本に復讐心を抱く第七弾の一等卒二階堂康平を演じました柳俊太郎さん皆さんこんばんは柳俊太郎ですあ,あ二階堂を演じましたえっ、ー、と皆さん本当に今日は足を運んでいただきありがとうございますあの ドラマやっと皆さんに届けられると思うとすごい楽しみですあの本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあここからは今回のドラマ版よりのご出演の皆様となりますまずは肘方と出会い魅了される元鳥羽の用心棒奥山勘太郎を演じました塩野昭久さんお願いしますえ皆さんこんばんは塩野昭久です えー、僕はドラマ版からの参加になるんですけども、えー、本当に映画をご覧になった方はもう本当に分かると思うんですけどすごくあの素敵な作品に携わらせていただいたなと思っております是非、えー、奥山貫太郎も、えー、愛していただけたら嬉しいですよろしくお願いししますよろしくお願いいたします続きまして杉本一行が訪れることになる札幌世界ホテルを営む謎の霊人家永加納を演じられました桜井由紀さんお願いします 皆さん、こんばんは、家永かを演じさせていただきました、櫻井ゆきです。えっ、ー、と、舞台挨拶の前に、あの、あんなことを話そう、こんなことを話そうとか、いろいろ思ってたんですけども。先ほど、あの、ネタバレするようなことは、あの、言わないでほしいというふうに言われていますた。あの、いえいえ、とんでもないです。あの、余計なことを喋らないように、あの、楽しい時間を、<laughs> あの、過ごせたらと思っております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。楽しいお話、期待しております。続きまして、第一師団に所属する。 えー、薩摩生まれのエリート少尉恋と音の神を演じました中川大志さん、えー、皆さんこんばんは中川大志です、えー、つい先日発表になりましてあのー、つい先日まで皆さん側にいたんですけども僕もあの今日このメンバーとこうして舞台挨拶に立たせていただいてうわあ。 出るんだなと <laughs>、はい、改めてて思っておりますものすごい反響をいただいて改めてこのコイトというキャラクター皆さんにどれだけ愛されているかを、えー、実感しまして、えー、ドキドキしておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きましてアシリパの父の旧友である重要なことを伝えるためにアシリパを探すアイヌの男キロランケを演じられました池内博之さん お願いします、えー。どうも、キロランケを演じた、えー、池内博之です、えー。今日はたくさんの方にお越しいただき本当にありがとうございます。えっ、ー、とちょっと僕をお先にあの見させていただいたんですけど非常にめちゃくちゃ面白かったです。えっ、ー、と早く皆さんに見ていただいてえっ、ー、と皆さんの反応を聞きたいです、えー。今日は短い時間ではございますがどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 そして映画から引き続きのご出演となります元新選組鬼の副長土方俊三を演じられました橘博さんお願いしますこんばんはひじ、えー、方をやらせていただきました橘でございます、えー、このドラマも本当に映画を超えるスケール感で、えー、出来上がっていると思います最後まで楽しんでください今日はありがとうございますありがとうございます ではお話を伺っていこうと思います。一旦フラッシュはお控えください。撮影自体は OK でございます。まずはやっぱり山崎さんにお聞きします。まあ、ドラマ版から始まった、その苦節ようなね、えー、さらにこうドラマ版になると苦節ような新キャラクターたちが続々、本当に9話にわたって登場しまくります。えー、杉本の前に強敵たちが次々と立ちはだかるんですが、山崎さん、このキャラクターとの体重はまあ手強かったなぁとか、 まあもしくは大変だったなあというまあネタバレとかも多少気にしながらではありますがぜひあのドラマ版の印象的だったシーン撮影のお話も伺ってもいいでしょうか全部です全部ですと言いたくなるぐらいもうドラマから登場するあの人たちはキャラクターの人たちはもうみんなまあまあ癖があの癖が癖っていうか。 なんか濃くて <laughs> みんな濃くてはいあのー、すごい全,その全員やっぱ印象にすごい残ってるんですけど、はい、まあ戦ったあもう何も言えないですよねこれはどうすればいいいやいやそれぐらい大丈夫です、はい、大丈夫です大丈夫ですあのーまあ、ここにはいないですけど辺、まあ、味あ辺味萩原,正萩原さんの辺味とかももうすごいですし はいもうみんなすごいですよ。小糸<あ>、はい、止めがい今なんか小糸だそうだはいそうなんです何話で出てくるかはまだ言えないんですけどそうですねでもねあの発表がこれだけこう、ね、遅かったというなん,かなん,なんていうんですかそ,のそれだけみん期待の満、はい、を持してすごい魅力的な、うん 恋と勝棋だったんですごい撮影楽しかったです戦ってるんですかちょっと言えないあ、戦っちょっと映像出てたねちょっと出てたちょっと出てましたちょっと出てた予告で戦ってましたよねおっかなびっくりすぎないですかちょっといや大丈夫大丈夫もうちょっと引きましょうかせっかくだから恋と戦ったシーンとかってこうだったとか恋と戦ったシーンとはいどうだったかですか撮影とかでえっとまあでも大使と共演するのも もう本当にかなり久しぶりだったのでなんかすごい嬉しかったですしそうですねあの大使の小糸将棋が出てきてドラマの成功を確信したってみんなが言ってましたスタッフさんが <laughs> はいお。お拍手が嬉しい手強か,か,か, <laughs> かったですか小糸手強かったです中川さんも手強かったですかやっぱり いやでも本当にあのすごい10代の頃から知っていて久々に現場で一緒になったんで山,山本君も玉木さんもそうですけどちょっと照れくさかったですね <laughs> 現場入るとでももう本当僕は後から合流させていただいたんでドキドキしてました <laughs> <はい S 2> <laughs> ありがとうございます続いて山田さんにお伺いします以前いろいろなアシリパを演じることができてとっても楽しかったというふうにおっしゃっていましたこのドラマ版は 特にここを楽しみにしてほしいなんていうとやっぱりこうアシリパのこう出生にまつわることだったりとかあとは金塊争奪戦にどう関わっているのかみたいなことがだんだんドラマの中で明らかになってくるのでそこはこうそうそですねアシリパがどのように何だろうそういう問題と対峙していくのかというのを見ていただけたらなと。 思うのとあとはやっぱグルメですね。あグルメ、まあ、あの映画に引き続きグルメもたくさん出てくるのでそこを楽しみにしてもらえたらなと思います映画版の時はほらあは変顔を家で練習してから撮影に臨んだとおっしゃっていましたが、はい、ドラマ版も変顔とかかかなりすすごいんですかドラマの方もそうですね漫画とこう見比べながら家で練習していました。 似てるかなと思いながら頑張って、はい、相当そういうシーンもあるってことですよね今回ねありおも面白いシーンとかもね面白いシーンも、うん、映画よりも盛りだくさんかもしれないですなるほどはい、はい、楽しみです、はい、さあそして、えー、玉木さんにお伺いします映画公開時からも異次元すぎる完成度っていうね <laughs> ね、もうすごかったもう山崎さんもすごくもうなんか退治してるだけで怖くなるっておっしゃってましたもんね鶴見中尉はい であのー、鶴見忠尉の実写化が大きな話題を呼びましたがドラマ版ではさらに、はい、さらにさらに突き抜けた躍進がそうですね、まあ、本当に映画の時とは違った側面が見られるのではなないいかなと思いますね、はい、実際、映画版を見た周りの方からどんな反響がありました鶴見中尉って、まあ、あの見た目なので <laughs>、まあ、僕が何かどうこうというよりも特殊 <laughs> メイクであったりとか。 まあすごい見た目になってるので、まあ、それでやっぱり、まあ、そういう意味で完成度は私すごく高かったのかなと思ってますけど、はい、まあだからあの見た目に追いつくように頑張らないといけないなっていうふ、ね、うに第七師団もかなり強烈なキ,キャラクターがどんどん出てきますけども、ええ、今回それに負けないような鶴見中になってるってそうですね第七師団は本当にやばいやつらばっかりなので <laughs> そうなんです。ドラマを 全部見てて、まあ、改め本当にやばいやつしかいないんだけどどうしようかなみたいな<笑><笑> <laughs>、えー、でもそれぐらい見応えのある癖の強いキャラクターがたくさんいますありがとうございます矢、えー、本さんに伺いますあの映画とドラマ合わせて8ヶ月もの撮影期間だったと伺っております、はいえー、長期間の撮影の中でゴールデンカムイの現場あるあるだったり裏話だったりって何かあったりしますか 俺だけ質質問の質違います <laughs> あれ現場あるあるあ<れ>現場あるんかそういうのでこうポッと言ってくれるかなと思って <laughs> えーっと池ちゃんじゃなくてキロちゃんで <laughs> 池ちゃん <laughs> <や>リアルキロランケキロランケ,ランケあの出てるあの池内さんがあのいつもあの辛いソースとか七味を持っててで僕もケンとも アンナちゃんも結構、辛いのが好きでいつもあの食事の時間にあの辛いソースをかけてもらってあの体ぽかぽかさせて冬で寒かったので,で、ね、あのキロちゃんのスパイスで寒さば乗り切れたあるあるはあります。山崎さんももそれかけてもらいました。 めちゃくちゃゃくかけてもらいます <laughs> <laughs> そして白石は今回もかなりこうさっきも山田さんから面白いシーンもたくさんあるよとおっしゃいましたがいやー、はい、そうですねーまあおもろいっすよ <laughs> <laughs> はい自信の表れですねやっぱりね見ていただければ <laughs>。 笑ってもらえるんじゃ、しかわかんないさ。私自分で言うのは苦しくなってきまめちゃくちゃ面白いですよ。面白いです。わかりました。楽しみにしたいと思います。柳さんに伺います。出演情報のその解禁時にドラマ版から二階堂の個性が爆発していきますというふうなコメントを寄せられておりました。特に注目してほしいポイントどこでしょうか。ポイントそうですね。でもなんですかね。僕出てるドラマのシーンはもう本当。 原作見た方なら分かると思うんですが本当にインパクトは強いんでもうどこもポイントっちゃポイントなんですけどまあそううすねな <laughs> なんだろうなネタバレを禁止されてるんでそうだねあ僕もだめそうになったら私がちょっと待ってください,いまで,あでも、まあ、ビジュアル結構インパクトあるんであのヘッドギアかぶってるんですけど、はい、顎のとこに耳つけて頭の上に乳首つけて <laughs> <laughs>、まあ、そこを見てみ あの、いただけるだけで結構笑いポイントなのかなと思います。わ <laughs> かりました。<laughs> ますます個性が爆発している二階堂、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、塩野さんに伺います。<laughs> ゴールデンカムイの現場に関して、愛にあふれた現場だったというメッセージをいただきました。撮影時の印象的なエピソードを伺ってもいいですか。そうですね。撮影時、まあ、本当に皆さんね、あの映画ご覧になった方だったらわかると思うんですけども。こう原作に沿った、その完成度。 を叩き出して、でそうですね、皆さんにこう愛された作品になっていたので,でそれはもう本当に現場からもめちゃくちゃこうひしひしと伝わってきていて、まあ、演者の皆さんも,もちろんスタッフさんの,その原作愛だったりとかそういったものをすごく感じた現場だったなっていうのを感じてたらいつの間にか終わってました。はい やっぱみんなの一体感がこうすごかったことかで,すよですね。うん、と言っても、まあ、僕なんかは本当に会う人が限られていたりとかして、まあまあ、まだまだあの皆さんと、ね、あの絡めるシーンというのはそんなに多くはないんですけどもでもやっぱりそのもうチームとしての,その一体感はすごかったなと思います、はい、ありがとうございます。 え続いて櫻井さんに伺います、はい、ま演じられた家永かのというのは大きな秘密を隠しているミステリアスな役でしたけれども、はい、オファーを受けられた時のお気持ちってどううだったんですかそうですすかそねまさかその自分が「ゴールデンカムイ」のキャラクターを演じさせていただけるとは思ってもみなかったのであのすごくあの嬉しかったですしあの改めてその家永というキャラクターを見た時にあの私家永カノとほくろがすごく まあまあ同じ位置にありまして、えー、まあちょっと位置は違うんですけど、まあ、実際の撮影でもこのほくろを生かして撮影させていただいてそこはちょっとこう運命を感じたところではあります、逆に。はい、まあ出演されているドラマの回相当、まあ、全部はおもしいんですけど、はい、相当に面白かったんですけど出来上がったのがいかがでしたそうですね私もちょっとネタバレというか。まあまあまあ詳しもあのこれ あの、あ、あ、の、だ、誰とは言わず、あの、ちょっと女優さんの。目ん玉を舐めたのは初めて。あ、未遂ですけど。あの、まあ、そんなに女性の俳優さん、そんなにないよね。あ、そう。まあ、男だらけの。はい、ちょっと申し訳ないぐらいの距離で。やって。やらせていただいたので。すいませんっていう、でも、あの。ちょっと完成したものを見ても。 距離が近くて、びっくりしました。え楽しみにしていただければというふうに思います。中川さん伺います。はい、小糸は、まあ、本当に人気もあって、はい、超個性的なキャラクターですけれども。これどのように実写になるのかとね。楽しみにしている方も多いと思います。演じるにあたって、その、はい、心がけたこと、苦労したこと、どんなことだったんですか。うん、やっぱり。まあ、まずビジュアルの部分から、本当に。すごく一つ一つ。打ち合わせしながら、作り込んでいったところもあって。 ま,あまず眉毛ですかね、<laughs> はい、眉毛は特徴的なので、眉毛はこだわりましたねあれやっぱりした瞬間に、カチンとスイッチ入るんですか、やっぱり。いやあの、自分でもあの眉毛を初めてつけたときに、鏡見て、小糸じゃんと思って、<laughs> ちょっと自画自賛なんですけど、<laughs> 小糸だよい本当にでも、あの眉毛には感謝してます、本当に、あのスイッチを入れてくれるというか。 大丈夫です、はい、<laughs> あと小人って、はい、とにかく、まあ、あのパワフルで、ね、あと、まあ、めちゃくちゃ早口の薩摩弁があったり、結構難しいんじゃないかと思うんですけどそうですね、はい、あの薩摩弁そして、まあ、特殊な次元流という、まあ、薩摩の,あの型で戦うんですけども、まあ、そういった部分もあのかなり大事に演じました。ね、はい <laughs> さっきまで、ね、ちょっと前まではあのお客様の側にいたんだよとおっしゃってましたがこのゴールデンカミイの現場いかがだったんですかいやなんかあの初日に本当に初日ケントと大和君と同じシーンだったのかな<ー>でなんか結構離れたカットだったんですよねで僕がこう遠くから来るっていうのをなんか5 0ルぐらい下げて2人がなんかずっと 笑ってて、僕一生懸命やってるんですけど、で初日ですごい緊張もしてたんですけど、ずっとなんか笑ってて、なんかなんなんでだろうなと思って、ちょっとやりづらかったですね。<laughs> <laughs> 一応今崎さんな、なんなんで笑っちゃったんですかこれ、まあ？大使が好きなん好きなんですよね、多分。好きだから多分走ってくるだけでなんかもう面白く良くて。 はいとおしくなっちゃってみたいなそうですね<ー>もう肩分回していきましたんで僕は<ー>久々にもうほんと10年近くぶりぐらいにご一緒して <laughs>、うん、はいそしたらもうずっと笑われてました <laughs> いやもさんもやっぱいとおしいからすい笑っちゃったみたいな <laughs> いや実際あの縦に眉毛あ生えてる人 <laughs> <laughs> だかだって前に入ってるだけでもまあまあおもろいのに全力で走ってくるのは結構見たことない絵面で耐えられなかった走り方もぜひ注目していただけたらぜひ、えーまあ、ドラマで見ていただければいいまますすお願しさん伺原作に忠実に作り上げたセット、衣装、まあ、持ち道具本当に素晴らしかったというコメントをいただきましたが改めてそのうわこうすごいなとか感動したなと思われたポイントってありましたあの アイヌの象徴でもあるまきりってある,あるんですけどあのキロランケとあとアシジパちゃんが、はい、あの持ってる小刀のことなんですけどもこれがあのものすごくてですねこれあのあの北海道の鈍谷に在住の,あのアイヌの伝統工芸品を作ってらっしゃる貝塚徹さんって方に作っていただいたものでこれ本当に美しい。うん かっこいいし本当繊細でもう本当すてすぎて感動しましたねじゃあそういう小道具までぜひしっかり見ていたい,いうぜひ見てほしいです、はい、ありがとうございます、えー、タチさんに伺います、えー、ドラマ版では土、まあ、方一派だけではなく杉本太一行あと第七師団などさまざまなキャラクターとの関わりも多くなっていくと思います、えー、今回の撮影の中で印象的だったエピソードってありますでしょうか エピソードですか <laughs> えかネタバレになっちゃうまあまあいいか、まあ、あのあ,あそうですねあの、はい、海岸で小<ほ>、えー、樽で札幌かな、はい、撮影してたんですが、はい、海岸でみんなが出会うシーンを、はい、こう崖の上からこう見てるってシーンがあったんですけれども本当に左か何もなくて<え>はい。 そこ,そこに立てって言われて崖の突端のところに立てって,言って、はい、もうそういうことやらされるんですよここのスタッフは <laughs> いやいやいきなり愚痴を言われもうギリギリまでってくださいもうギリギリまで手すりとかもなんか、はい、それで絵を見たら、はい、別にそんな高さ感じないっていう、はい、<laughs> そこまで行く必要あったのかっていう悲しい,悲,しい悲しい撮影でした。<laughs> えー、そのシーンもぜひ、ねえー、見ていただければと思います、えー、そしてもう1つ、ねこれあのーえー、山崎さんと、ね、山田さんに伺いますが、えー、杉本アシリパのバディーカーもより今回ドラマで色濃くなっていくものになっていくと思いますが映画版からドラマ版と、まあ、長期にわたる撮影を経て、まあ、知ったお互いの意外な一面とかってあったりします山崎さん山田さん山田さんは山崎さんにあこういうい人なんあこうなんだとかって。 今二人顔を見合わせてままましたけど山田さんありますす、ま、ずはい何ですか少年です少年あのそれこそこう池内さんとおんなじ日現場でおんなじ日とかこうなんか、キャンプのロープワークみたいなのを、はい、池内さんにこう,こうやってやったらほどけないんだよっていうのを教わってもう目キラキラさせながら「すごいです!」って言って <laughs> 二人でこうすごく楽しんでらっしゃって。 少年だなと。撮影とは関係ないこと。な全く関係ない。あ、ロープ結ぶシーンないっていう。ないです。え、きゅさん。いや、僕は、あの、勝手にあるのかなって思って。そのうちあるんじゃないかなと思ってて。勝手に、教えたら、目キラキラしてました。かなりしてました。僕のワークショップに来てくれました。え、あ、そっかそっか、ロープのアウトドアこうなんだよ。わかりました。一人しか、いません。生徒は、山崎いけず、一人だったって、わかりました。 山田さんの意外なところってありますよ？なんか山崎さんから。意外ですか。意外だったなって。でもあのすごいスープを毎朝スープをすごい楽しみに。 してたなっていう、なんか寒いです、めちゃくちゃ寒いってめちゃくちゃ寒かったですね、とにかく制作部さんが毎朝スープ用意してくださってて今日は何だろうって何かなって少女少年少女少年と少女のバディだったっていうねありがとうございますここからまだまだドラマでゴールデンカムイはの近海 争奪戦がどんどん面白く始まっていきますので、はい、皆さん、ぜひ楽しんで見てもらえたら嬉しいいと思います、はい、あのドラマはドラマにしかないこう面白さというかこう映画とドラマがクロスオーバーしてるあの形というのもなかなかないと思うんですけど「ゴールデンカム」ってすごくそのいろんな側面からあの面白さが描ける。 あの作品なんだなとあの見てめちゃくちゃ面白かったなと思ったので。はい。本当に楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、舞台挨拶終了になります。キャスの皆さんに最後にもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。